フリー・ウィリーは1993年制作のアメリカ映画。母親に捨てられた少年と母親から引き離されたシャチ。互いに孤独な境遇の両者が交流を深め、成長していく姿を美しい自然描写の中に描いた感動作。続編、フリー・ウィリー2、フリー・ウィリー3、さらにオリジナルビデオ、フリー・ウィリー自由への旅立ちも制作された。 巨匠リチャード・ドナー監督とその妻ローレン・シュラードナーがプロデュースしている。主題歌はマイケル・ジャクソンの Will You Be There? 続編2の主題歌もマイケルの曲でチャイルドフッド。ジェシーは母親に捨てられてポジ児ンに入れられたが脱走してストリート・チルドレンとなっていた。ある夏の夜、パトカーに追われ、錆びれた水族館に忍び込んだジェシーは 水槽の中で泳ぐ一匹のシャチを見つける。それがウィリーだった。個人に連れ戻されたジェシーは、子供のいない里親に引き取られるが、母親が迎えに来ると信じるジェシーは心を開かない。罰則として、水族館でペンキ落としの作業を命じられたジェシーは、ウィリーと再会。ウィリーは誰にも懐かなかったが、ジェシーの服ハーモニカにだけは、優しい表情を見せた。 ウィリーもまた母親から引き離されていたのだった。同じ境遇同士のジェシーとウィリーは次第に信頼と友情を深め、ウィリーはジェシーの指導でダイビングやジャンプなどの様々な芸を身につけていく。デビューの日、多くの観客が集まり窓を叩いたり歓声を上げてウィリーは恐怖に陥る。 水族館のオーナーは巨額の保険金を手に入れるため、ウィリーを処分しようと企んでいた。ウィリーの母親たちも水族館の近くの海に集まっていた。それを知ったジェシーは、ウィリーを海へ逃がそうと考える。シャチの稽古本作で、ウィリーを演じたシャチの稽古は、メキシコの遊園地で劣悪な環境の中で飼育されて、いたのをプロデューサーに見つけられて、 撮影に使用された後、再びこの遊園地に戻されていたため病状が悪化していった。そこへ、本作の大ヒットで、世界中の子供たちから、ウィリーは解放されたのに、なぜ稽古は解放されないのかという声が上がり、基金が集められた結果、アースアイランド研究所主体に、フリーウィリー稽古基金が設立され、1996年、 オレゴン州ニューポートに建設された専用プールに移されて自然に帰るための特訓と病気の治療を受けた後、1998年、故郷のアイスランドに帰された。ケイコは2003年12月12日、ノルウェーで27歳で死亡した。ありがとうございます。